原文の作者はなんとあの人なんです。問題の表現出てきました。流飲を下げる学びをエンタメに。どうもパスラボのガッティです。今回は阪大英作文 VS 東大生ということで阪大の過去問を解説していきたいと思います。旧帝大の英作文の解説をしていきたいと思うんですけれど、皆さん英作文を解くときの4つのポイントを覚えてますか？それをおさらいしながら今回解説していきます。この阪大の英作文ですね、結構難しい表現使われてるんですね。例えば流飲を下げる、こき下ろす、文末はそれでいいんですけど、小説的な表現が含まれています。それはなぜかっていうと、この英作文の原文の作者はなんとあの人なんです。予想つきますか？なんと作者、お笑い芸人でもあり作家でもある又吉さんなんです。今回は又吉さんの日本語の文章を英語にどのように訳していくかを解説していきたいと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。それでは早速いきましょう。ポイント丸1、皆さん何か覚えてますか？ポイントは丸1は分割です。こうやって見てみると長いんですよね。それ長い、このまんまの文章で前から後ろまで順番に訳していこうとすると、もう頭が混乱しちゃって文の構成とかぐちゃぐちゃになってしまうんですよね。それを防ぐためにも分割めちゃくちゃ大事です。点だったり文の中のまとまりごとで切っていくということを意識してみましょう。最初は読書も同じで、ここ点あるので切っていきます。次、徹底的に否定して批判して流飲を下げるというスタイルを取っている人や、ここも点ありますね。名作と呼ばれるものをこき下ろすことによって、ここも因果関係みたいなのが見て取るので、よってで切っちゃいます。次、個性を出したい人もいて、点ありますね。それが気持ちいいなら、これも因果関係がありそうならで切ります。それでいいんですけど、 1,2,3,4,5,6 6パートに切れました。 Enjoy。 ポイント丸2番、仕事文末表現です。分割することも重要なんですが、やっぱり文章全体を塊として見ることも忘れちゃいけないんですよね。パートごとに訳していく前に、全部の文章の構成というものを考えていくためには、主語と文末表現が重要になってきます。この文章ではまず主語ですね。主語はこの人がいるというところ、何々する人や何々する人もいて、大きく捉えた中での一番目は人が何々する人や何々する人もいて、でこちらの後半の部分はそれでいいんですけど、ここの文全体ですね。主語と文末表現チェックできました。丸3番、ここめちゃくちゃ重要です。丸3番は和文和訳です。和文和訳、なぜ重要かっていうと、直訳すると小難しい表現になっちゃったり、不自然な英語の表現になっちゃいがちなんですよね。自分で日本語のまま簡単な日本語に訳す、英語に訳しやすい日本語に自分で訳すっていうのが必要になってきます。和文英訳って言われがちですが、和文和訳英訳なので、そこのプロセスに一つ和訳を挟むことで、もっと英作文が得になると思います。早速言っていきましょう。和文和訳ですね、読書も同じで、はい、ここもあります。読書も同じで、このままの表現でいいと思われる方もいるかもしれないんですけど、読書も同じって読書が同じっていうことではないですよね。読書についても同じように言われますがっていう風なニュアンスですよね。なので読書も同じでをそのまんまにしてしまうと、ちょっと訳し方のニュアンスがずれてしまうことがあるので、ここも和文和訳していきましょう。読書も同じでも、読書についても同じように言われていますが、ちょっと長いですけど訳し下します。じゃあ次行きましょう。徹底的に否定して批判して流飲を下げるというスタイルを取っている人や、徹底的に英語がパッと思いついた人はいいかもしれないんですけど、徹底的にあれ英語どうやって訳すんだったっけって忘れちゃった方、徹底的には少し膨らませて言うと、完全にとか、できる限り完全にっていうニュアンスですよね。徹底的には完全にと和文和訳できると思います。否定して批判して、はい、こちら問題の表現出てきました。流飲を下げる、流飲を下げる、このまんま訳せる人はあんまりいないんじゃないですかね。流飲を下げるとはどういうことでしょう。はい、流飲を下げるというのは、気分を晴らすとか、不満不平を言って気分を晴らすっていうようなニュアンスですよね。気分を晴らす、または、気分を晴らすっていうことはハッピーになるというか、その満足するっていうことにもなるので、気分を晴らす、満足するというふうに言い換えられると思います。流飲を下げるは訳し終えました。というスタイルを取っている人や、何というスタイルを取っている人って英語でも、スタイルって言い換えられるかもしれないんですけど、これ簡単に言うとどういうことなんでしょう。スタイルを取っているっていうことは、それを習慣として実践しているということですよね。流飲を下げるというスタイルを取っているってわざわざ言わなくてもいいんじゃないですか。流飲を下げる人ってもう言っちゃって大丈夫だと思います。次、どんどん行きましょう。名作と呼ばれるものをこき下ろすことによって、名作と呼ばれるもの、これでも普通に訳せるかもしれないですが、もっといい言い方に直せると思います。名作と呼ばれるもの、言葉を変えて言うと、いわゆる名作って言うことができませんか。いわゆるとかだったら、あの単語使えるなとか思い出してくる人中にはいるかもしれません。自分で持っている武器をできるだけ使えるように、少し簡単にするだけではなく、英語に訳しやすい訳を、日本語を持ってくることも大事です。次はこき下ろす。こき下ろす、皆さんどう
ういう風に訳していきますか。こき下ろすって良いものを悪いものに持っていく、引きずり下ろすみたいなイメージなので、悪く言うとか非難する、批判するっていう風に和訳できると思います。なので私は悪く言う、批判するという訳し方にしてみようと思います。こき下ろす、悪く言う、批判することによって個性を出したい人もいて、個性皆さんパッと思いつきますか。思いついた方素晴らしい。もし個性何なんだろうってパッと思いつかなければ、個性をまた和訳することもできます。個性っていうのはその人にある特別なものだったり、その人自身しか持ってないものっていうことですよね。例えばユニークさとかオリジナリティという風に訳すこともできます。次、個性を出したい人もいて、出したいっていうのをもう少し具体的に噛み砕くと、出したいって個性を出したいということ、個性を見せ出たいっていうことですよね。出すっていう英語を使うよりは、見せるっていう英語の方が合ってるかもしれないなっていう、そういう感覚も忘れないようにしてください。出したいを見せたいに変えたいと思います。見せたい人もいて、それが気持ちいいならそれでいいんですけど、それが気持ちいいなら、気持ちいい、まあ、このままでもいいかもしれないんですけど、まあ、例えばそれが気持ちいい、それが満足できる、それが幸せならというふうに、いろいろなパターンが思いつくかもしれません。いろいろなレパートリーを持っておくことが大事なので、様々な表現方法だったりをどんどん吸収していくように心がけてみてください。最後ですね、それでいいんですけど、それでいいんですけどって解釈の仕方が2通りあると思うんですね。又吉さんの小説ならではっていうことかなと思うんですけど、それでいいんですけど、それでいいっていう、この文字通りのそれでいいっていうのもありますし、それでいいんですけど、この文末の終わり方ちょっとそっけなく感じますよね。だからそれでいいんですけどっていうのは、私は別にいい、私は気にしないというふうにも解釈できるので、2つその解釈の仕方を持っておきましょう。和文和訳1通りし終わりました。最後のポイント、丸4番覚えてますか。丸4番は文法ポイントです。自分が知っているイディオムだったり慣用句、文法表現を積極的に使っていくために、この中で何が使えるかを検討していきます。例えばいわゆるっていうところだったり、何々する人や何々する人もいるって、皆さんあの表現ピンときた人いますか。明確にこれ使えるなって思えたのはここの部分だったので、今回の文法ポイントはこのようにしておきました。早速本編の英訳に入っていきたいと思います。解説していきたいと思います。最初読書にも同じで、さっき和文和訳で読書についても同じように言われるがと訳したんですけど、これをもう少し噛み砕くと、同じことが読書についても言うことができますということですよね。それを訳していくと、同じことが読書についても言うことができます。 The same thing can be said about reading。 ここは文の途中で終わってるんですけど、一つの文として独立したもので作っちゃっても大丈夫だと思います。次、徹底的に否定して批判して留意を下げるというスタイルを取っている人や、今回丸2番で主語と文末表現チェックしたんですけど、ここの人や人もいてっていう表現ですね、これを先に使いちゃいたいです。何々する人や何々する人もいるっていう表現、皆さんよく英文和訳でも使うと思いますし、和文英訳でも使うことが多いと思います。思い出しましたか。 Some なんとかなんとか、 while others なんとかなんとかという表現です。それを早速使っていきたいと思います。これは人なので some people、この some people 主語ありましたが、この徹底的に否定して批判して留意を下げるというスタイルを取っている人、この人々が何を中心にやっているかというと、ここですね、徹底的に否定して批判して、そうすることによってその結果留意を下げるという人がいる。今回 some people の後に続く動詞ですけど、留意を下げるということを表す英語を使いたいです。留意を下げる、さっき和文和訳で気分を晴らす、満足するというふうに訳しました。皆さんがよく知っているこの中の英語で言うと、満足するで be satisfied が有名だと思います。今回はそれを使っていきましょうか。満足するっていうのは若干留意を下げるという表現とは少しニュアンス違くなっちゃうんですけれど、留意を下げると完璧に一致する英語表現が思いつかなかったっていう場合は、それに一番近い自分が知っている表現を使っていくのが良いと思います。 Some people are satisfied、 満足する人もいる。何人によって満足するか、徹底的に否定して批判することによって満足しています。によってという表現は by を使いますね。はい、徹底的に否定して批判して、否定という英語思いつきますか。否定、例えば denyとかが思いつきますね。批判は結構出てくるので皆さんパッと思いつくんじゃないでしょうか。批判 criticize 使いますね。否定して批判しては deny and criticize で、徹底的にまたは完全に、徹底的にを直訳すると thoroughly が使えます。完全にの方で訳した場合は completely とか absolutely とかも使えることができるので、皆さんが思いついた方を使ってください。否定すること、批判することを同名詞なので denying and criticizing にしました。私は完全にの方を思いついたので completely という表現を使っています。次、 some people の説は終わったので次の人ですねを説明していきます。 while others の部分の訳に移っていきたいと思います。 while others も some people の時と同じような考え方でいきます。 others、 この人が一番メインでやっている動作は個性を出したい、個性を出すところですね。まあ出したいは want to という表現を使います。
出したいをさっき見せたいと和訳したので、見せるという場合は例えば show だったり display、demonstrate などの表現が使えます。個性を直訳すると personality もありますし、ユニークさで訳すと uniqueness、 オリジナリティはそのまま originality が使えますね。で、この個性っていうのは others の個性なので、複数形の their personalities という風にすることを忘れないでください。While others want to show their personalities になりました。その次、遡ってこき下ろすことによって、これも by 使えそうですね。名作と呼ばれるものをこき下ろすことによって、和訳した風に言う、するといわゆる名作を悪く言う、批判することによって、これを英語に訳していきます。いわゆる名作、いわゆるってどういう風に訳せばいいか皆さん思いつきますか？いわゆる、例えば so called が what it's called などの文法表現が使えます。悪く言う、批判する、この悪く言うというところは公然と非難する、批判するっていう意味の denounce という言葉も使えますし、例えば批判するだとさっき使っちゃったので、批判するはさっき使った criticize などがあります。前の部分で使ったワードをまたもう一回使うことはできるだけ避けた方がいいので、もし他に思いつかなかった場合は書いてもいいんですけど、なるべく同じ表現を使うことは避けるようにしましょう。私は悪く言うの denounce が思いついたので、それを当てはめていきます。 Others want to show their personalities by、名作皆さん訳思いつきますか？ Masterpiece です。英作文には時々出てくる表現なので、ここでしっかり覚えておきましょう。マスターしたピースなので結構覚えやすいかなと思います。名作です。 While others の説はこれで終わりました。Enjoy。 最後ラストスパートです。それでいいんですけど、皆さんならどうやって訳しましたか？これはそのまま、またそれでいいんですけど、 It, That is fine とか It is fine を使えると思います。ここでいいんですけどという、まあ、逆説的な表現が入っているので、この前に If it makes them happy の前に逆説的な表現入れておきましょう。バッと入れておきました。ざっと読んでいきますね。 The same thing can be said about reading. Some people are satisfied by denying and criticizing completely, while others want to show their personalities by denouncing what is called a masterpiece. But if it makes them happyIt is fine. 良さそうかなって思っちゃった人、ちょっと危ないですよ。ちょっとあれ違和感あるなっていうとこ気づいてほしいんです。ここですね。 Some people are satisfied by denying and criticizing completely。 これ全部訳したからいいでしょって思う方もいるかもしれないんですけど、ここ目的語を抜けちゃってます。前回の動画でも言ったんですが、目的語を抜かしちゃう人本当に多いですよね。英語だとそれがちょっと違和感になって現れてしまうので、目的語ちゃんと抜け漏れないかチェックしておきましょう。 Some people are satisfied by denying and criticizing completely とありますが、否定して批判するこの対象、目的となる対象ってどんなものでしょうか？読書って書いてあるので、これは対象、本になります。 Satisfied by denying and criticizing books 入れておきましょう。こちら全部完成しました。少し見にくくなってしまったんですけど、いかがでしょうか？ The same thing can be said about reading. Some people are satisfied by denying and criticizing books completely, while others want to show their personalities by denouncing what is called a masterpiece. But if it makes them happy, it is fine. 今回は阪大の又吉さんの文章を英作文として使わせていただきました。皆さん4つのポイント覚えてますか？1、分割。2、主語と文末表現。3、和文和訳。4、文法ポイントです。この4つのポイントしっかりと頭に入れて、自分が英作文を解いている時でもパッとそれが出てくるようにしておきましょう。和文和訳をしている際にも、英語のストックだけじゃなくて日本語のストックっていうのもすごい大事になってくるので、英語だけじゃなく現代文とか他の教科の科目でもいろいろ表現を吸収して英語にも活かせるようにしていきましょう。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいなと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントでこういういい表現あるよとか、この問題面白いからぜひ解いてみてくださいというリクエストがあれば、どんどんコメントしていってください。今日はありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。